してないです。チューニングしてるから出してないです。と言います。温故知新、古さを訪ねて新しきを知る、ということで最初にあのメンバー紹介です。スーパーギタリスト佐藤さん、はい、よろしくお願いします。で私はあの福島から田舎からやってまいりました菅野と申します。よろしくお願いします。昨今ですね、私たちが愛し憧れた60年代のロックミュージシャンたちがどんどん亡くなっているっていう、あの非常に悲しい悲報がたくさん届いております。私たちは彼らに大きな希望と夢をもらいました。彼らによって今の私たちがあるように思っています。それで今日のこのアンセムのステージ40分ですが、タイトルがロックの歴史を歌うということにさせていただきました。まあ彼らの作品を歌いながらその時代を共有できたらありがたいかなと思っております。最初に、レイ・チャールズです。レイ・チャールズはあのゴスペルとブルースを融合させて新しいソウルの形を作りました。彼の影響は多大なもので、例えばイギリスではジョー・コッカーとかスティーブ・マリオットとか、たくさん影響を受けた人間はいるわけですが、彼なくして例えばジョー・コッカーはなかったかもしれません。まあそれぐらいの偉大な人でした。それではレイ・チャールズの代表曲の一つです。ジョージア・オン・マイ・マインド。
たり明日のピースボールディマシーデローリバッドユーオーセトジャージョージャーノピーノピーヨーパンジューサーアスミリソの形を作りました。ビートルズの傑作に、ラバーソウルがありますが、ラバーソウルはロック初のコンセプトアルバムということで話題になりました。ブライアン・ウィルソンはラバーソウルに衝撃を受けてペットサウンドを作りました。同じ録音時期にジョン・レノンが書いたのがデイトリッパーです。それでは、お聴きください。デイトリッパI find out.
いだ、乾杯だ。ビートズはラバーソウル、そして、リボルバー、そして傑作サージェントペッパーズを発表しましたが、レイ・チャールズがさっきロックの形と言いましたが、サージェントが提案したのが2割の意外性と8割の予定調和、それでその2割の予定意外性から生まれたのがプログレッシブロック、ディープパープル、今から歌いますが、彼らは最初はプログレでした。でオーケストラとの共演を境にハードロックに転じます。それではディープパープルの代表曲の一つ、スモークオンザウォーター。
ありがとうございました。ディープアップルと、まあ、同期生といいますか、同じ年にデビューしたのがトトラングレンのナッツなんですね。ディープアップルが8週大ヒットしました。でトトラングレンのナッツは最初のシングルが Open My Eyes、 その B 面がすでにもう名作です。ハロイツミーが B 面でした。まあその後大ヒットしましたが、それではトトラングレンの代表作の一つ、ハロイツミー。するなら、まあアメリカ側の代表として例えばジェームス・ギャングがあろうかと思います。それではジェームス・ギャングの代表曲の一つ、ウォーカウェイです。
しました。それ以来ルーツロックがイギリス、アメリカ影響を受けた作品、サウンドがどんどん生まれました。印象的なのがローリングストーンズのベガスマーケット。彼らもルーツロックの影響を受けて、それまでのビートルズフォロワーから大きく転換したかと思います。それではルーツロックの転換になった曲です。ジャンピングジャフラッシュ。
ジョージ・ハリソンはディレイニー&ボニーを発掘して、スワップロックを世界的に広げたかなと思います。でその、スワップロックの仕掛け人です。レオン・ラッセルの代表曲の一つです。それでは聴いてください。 A Song For You。 I've been so many playAnd my life and time, a summer love song, I made a summer light. I kept my love in the studio, to the bad people watching. But when alone, I'm singing the song for you. I know you must be what I hope to be.But darling, can't you see? Bought unto me, I catch you up with unto me. Cause I alone am I singing the song of you. You told me precious secret of the two we hold in our time.You cannot from the world hiding, but not so much better. And my world came together. I listen to the melody, cause my night is hiding. I love you, persuade the world.I spent on time. I love you, my love. You are a friend of mine. And when my love is over, remember we are together. We were alone, I was singing this song for you.
最後ですね。まあ、ロックはあのウッドストークフェスティバルで一つの頂点を極め、その後あのベトナム戦争終結75年ですが、そこで、まあ、目的を失って低迷化していきました。で一方シンガーソングライターのブームが起きました。ジェームス・テイラーはビートルズのアップルのオーディションを受けてデビュー。まあ、それは成功には至りませんでしたが、アメリカにピート・アッシャーと一緒に渡り、そして彼はシンガーソングライターの一つの象徴となりました。それでは彼の代表作の一つ、You've Got Friend。You got a friend.
gotta play. ありがとうございました。40分にわたりましてお付き合い本当に感謝します。まあ、私たちが希望と夢をもらった、まあ、有名ミュージシャンたちはどんどんなくなっていきますが、名作は残り続けます。それを歌い続けられたらいいなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。